シャノン・コールは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身の、プロサッカー選手。アメリカ合衆国 NPSLFC アリゾナ所属。元オーストラリア代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィルダー。初期ニューサウスウェールズ州リーグのアピア・ライカーと、タイガースでキャリアをはじめ、同リーグのダルウィッチ・ヒル FC、ロックデール・シティ・サンズ FC、パラマッタ FC と渡り歩いた。 その後、オーストラリアを離れ、ミシガン州、ノースビルにあるアメリカの大学とニュージーランドの相いたけユナイテッドでプレーした。また、イングランドのドンカスター・ローバーズ FC のトライアルを受け、イスラエルのマッカビ・ネタニア FC で短期間過ごした。2007年、オーストラリアに戻り、NSW 州リーグのシドニーオリンピック FC と契約。翌2008年、ジョニー・ーカップ決勝で、 サザーランドシャークス FC を延長戦の末に2から1で破り優勝。この試合でコールは52分にフリーキックでエマヌエル・ジー・アナロスの先制ゴールをアシストした。シドニー FC2008 年8月15日、シドニーオリンピックからシドニー FC に2年契約で加入。両サイドバック、両サイドハーフをこなすポリバレントな能力が評価されてのことだった。 8月23日、セントラルコーストマリナーズ FC でフリーキックを獲得すると壁を越えるほどの弧を描くボールをゴール隅に決め、この遺跡初ゴールが決勝ゴールになり3から2で勝利した。次節のパースグローリー FC 戦でもゴールを決め、チーム内でのポジションを確保した。12月のメルボルンベクトリー FC 戦では試合開始30秒弱に先制ゴールを決めるもにから、 3で敗北した。2010年8月7日の第1節メルボルンビクトリー戦で FK、第8節のオスクイーンズランドフューリー FC 戦でペナルティエリア外からゴール、第15節パースグローリー戦でアレックス・ブロスケからのパスを DF を抜き去りながらもらい、GK のタンド・ベラフィが滑りながら止めようとする横にボールを流し込んで決めるなど、2010から11、 シーズンは3ゴールを記録した。ウェスタンシドニー2012年6月30日、新たに創設されたウェスタンシドニーワンダラーズ FC と契約を結んだ。2008年10月1日、2010FIFA ワールドカップ、アジア予選カタール戦に向けたオーストラリア代表の合宿にピム・ファーベーク監督から初招集されるも22人のメンバー入りは果たせなかった。 2009年1月19日、AFC アジアカップ2011インドネシア戦に向け2度目の招集をされるも出番はなく、2010年3月4日のインドネシアとの第2戦で、ようやく代表デビューをし73分までプレーした。AB コールテークスセニックルートツーザトップフライト、ハットシドニーオリンピックリフトザ、ジョニー・ウォーレンカップ。 ハットオリンピックスターコンプレッツ、シドニー FC スクワット、ハットワンダラーズ FC リビールレーテストサイニングス、ハットシャノンコールインソカーズスクワット、ハットシャノンコールデリテッドウィズオーストラリアコールアップ、ハットシャノンメイクスオーストラリアンデビュー。ありがとうございます。